久保さん。まあ、あの、言いたくないですけど、言わないと、一緒言うでしょうね <laughs>。まあ、みんなね、やっぱね、あれなんですよね、サラリーマンマインドなんで、まあ、それでは稼げないですね。だから、みんなサラリーマンなんで、みんなサラリーマンマインドなんで、稼げる人が一部かなっていう。そこで覚醒した人は、変化した人は稼げるようになるんですけど、まあ、みんな変化しないので、やっぱ、 昔やっぱ、あの、お客さんでいたのが、うん、ちょっと残念だったのが、うん、これ多分億万長者合宿でも、まあ、多分言ったと思うんですけど、なんかそのネットビジネスやりたいです、っつって。で、最終的にはね、最終的には、あネットでね、生計を立てて、ネットで暮らしていきたいんです、つって。じゃあ頑張っていきましょう、ってなったんですけど、うん、まあ、最終的に何言われたかっていうと、吉谷さんと本業が、 忙しあのネットやってると本業に差し支えが出てきたんでちょっとネットはちょっとあのやめはしないけどちょっとうん落としますみたいなちょっとあのやりしますみたいなっていう人がいてうんいやどうしたいのっていう主軸っていうかその自分の人生はどうしたいのっていう確かにね わかるんですよ気持ちは気持ちはね。まあ確かにその本業がおろそかになったら自分の今の飯食えないっていうのはあるかもしれないけれども、え、起点はどこだったのって話で、そこから抜け出すためにやってるわけじゃないですか。なんでそれは歯食いしばって、申し訳ないですけど、歯食いしばる、睡眠時間削る、何してでもそこはや,やりきらないと、まあ人生は開拓、新しい道っていうのは開拓できないよって。だから今までのレールにまた乗っかって、えー、その会社の なんだ作った、その、あれで走らないといけないよと。だから自分の人生を変えたいんだったら、自分で道を作っていかないといけないんですよね。うん。で、それっていうのは、今までの考え方だったりとか、今までの行動のペースだったら、絶対無理だよと。だって、ヒカキンさんですらね、寝ずにやったって書いてありましたからね。もう、これ、ヒカキンの方に書いてありますから。寝ずにやったみたいな <laughs>。だから、それぐらいやってるわけですよ。みんな。 みんなやってますよ。YouTuber、まあ僕とか久保さんなんかはありが、あのね、すげえ楽してんすけど、<laughs> 全くほとんど、ね、編集してないので、ほんと楽してますよね。だいくらでも動画撮れるっていうのは、まあこの編集してないんで、<laughs> いくらでも撮れるんですけど、これね、編集をがっつりしたらね、1本の10分のコマとか5分のコマ公開するのにも何時間もかかりますからね。テロップ入れて BGM 入れてしっかり全部やってったら。うん、でもそれをやってるわけですよ。YouTuber の方は。 毎日編集して。いや、本当にね、お疲れ様ですっていう気持ちすごい分かりますよね。大変だなっていう。だけど、みんな、その、裏側の舞台ですよね。裏側の舞台は知らない。見ようとしない <laughs>。いや、そこありきですから。うん。だからね、何なんですかね。うん。テーマ何でしようかな。 裏側の世界にしましょうか。いってらっしゃい。